主に人命救助を専門とする各救助隊に関する訓練計画や特殊災害、大規模災害などが発生した際に出動する緊急消防援助隊に関する業務などを行っています。昨年度までは特別高度救助隊として高度な知識・技術を学び、さまざまな災害現場を経験してきました。また毎年実施される救助大会では障害突破という種目で全国大会への出場を果たしました。現在は災害現場に出場することはありませんが、今までの経験を生かして訓練などを企画し、現場で活動する隊員たちの災害対応力の向上や安全管理体制の強化を図り、サポートできることにやりがいを感じています。いかなる災害にも立ち向かえる強い指導科消防であり続けるため、今後もさまざまな訓練を企画していきます。私と一緒に働こう。